はい、今回はですね、ジェロニモを超人にした超人の神様の方をですね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。まあこれネタバレ入っちゃうんですけれども、次の相手がね、どうやら超人を殺そうとね企む神々ということになりそうなので、まあこの展開によってひょっとしたらね、そのジェロニモをね超人にしてくれた神様も再び登場するんじゃないかなっていうことでね、一度お話ししていこうと思うんですが、これについてはね結構コメントでもいただいていましたね。要はジェロニモをね、超人にしたこの神様っていうのが再び出るんじゃないみたいな、そういったコメントを結構いただいていました。はい、ではまずね、ちょっとね、ジェロニモに深く関わっているんで、そのジェロニモの基本データからね、いつものように、紹介していこうかと思います。ジェロニモはですね、身長180センチ、体重80キロ、超人強度が83万パワーですね。これ超人転生後なんですが、元は人間なんですよね。だからお前のような人間がいるかというねツッコミもあったみたいなんですけどね。はい、でアメリカ合衆国オクラホマ出身です。超人総選挙2019では第35位ということでした。だから大活躍すれば一気にね上がると思うんですよね、ジェロニモって。で、次にですね、ジェロニモが超人になったいきさつについてねお話ししていくんですが、ジェロニモはですね、悪魔ロッキシたちとの戦いで命を落としてしまうんですが、黄金のマスクと銀のマスクが合体した完璧のマスクの光を浴びることで心臓だけはかろうじて復活したんですよね。これ本来であれば完全復活できたんですが、ジェロニモはねこの時まだ人間だったんで超人機能を持っていなかったんですよね。だからその精神は死んだままの、つまり植物状態で生き返ってしまったんですよ。でそこでテリーマンはジェロニモを完全復活させるべく、ジェロニモの育ての親であるシャイアン族長のね元を訪れることになります。でシャイアン族長はですね、ジェロニモを人間としてではなく超人としてならば生まれ変わらせることができるよみたいなとんでもないことを言い出すんですよね。結構って思ったんですけど、でこうしてそのジェロニモはですね、超人へと転生するための試練を受けることになります。これね、なんか下手をしたらジェロニモは消滅する危険もあったらしいんですが、まあ、見事ねその試練を乗り越えて超人として生まれ変わることに成功したのであったということなんですよね。でですね、まあ、今言ったようにジェロニモは見事にね超人として復活したんですが、実際ね超人として復活させたのはある超人の神だったんですよね。で次にまあいよいよその神についてお話ししていくとですね、まずジェロニモが言うには、幼かった自分と妹を助けてくれた超人とその神様ってというのは同じ人物ということらしいんですよね。ちなみにね、ディープオブマッスルではもっと踏み込んでいてですね、ジェロニモを助けてくれた、超人というのがあたかもですね、ジェロニモの父親であるかのように書かれていたんですよね。まあ、これについてはね、そのどことなく似ているっていう表、そういった言い方でとどまっているんで、確定的な表現とも言えないんでね、まあ、最終的にはね、その超人の神であるっていう設定で落ち着きそうかなとは思うんですよね。あのディープオブマッスル自体結構原作と異なっているところがあったりするんで、そのディープオブマッスルのその設定がそのまま原作に反映されるかと言われるとそうとも限らないかなとは思うんですよ。でね、まあ超人の神はですね、ジェロニモに試練を与える際ですね、人間界における功績は多大であるっていう風にジェロニモを称えていたんですよね。このことから結構いい神様かなとは思うんですけどね。はい、また起点と勇気、自分の命を顧みない犠牲心、悪は悪だと割り切れる心、これらが備わっていることを超人になるための条件としていました。で、次にですね、ここからですよね。要はその超人の神の再登場はあるのかということなんですが、まあ、ストーリー上ね、冒頭でも言ったようにこれまで以上にですね、神が前面に出てくると思われるんですよね。とすればね、まあ、普通に考えればジェロニモを超人にした神のね再登場にも期待がかかるんじゃないでしょうかね。
あとまあね、実際ね、登場はしてるんだけどね、一度ね、ほとんどシルエットの状態で登場してるんで、デザインもね、自由に決めることができると思うんですよ。であとまあ、その設定自体もほとんどそれもフリーな状態だと思うんで、後付けもしやすいんじゃないかなと思います。だからね、その登場させやすいんじゃないかなとは思うんですよね。で、もしね、実際登場したら何の神になるのかっていうのはね、まあ何とも言えないんですが、犠牲神がどうこうとか言ってたから犠牲の神とかになるのかなとも思うし、あと意外にすごくさっき言ったようにいい神様だと思うんだけど、実際何の神かと言われると結構マイナスイメージのキーワードのついた神様かもしれないなっていうのは思いましたね。恐怖の神とか、はい、この辺適当なんですけれども、でまたね、その再登場が実現するとなれば十中八九ね、ジェロニモが活躍するフラグが立つかなとは思うんで、そういう点でもね、期待してるわけなんですよね。まあ、出たらどういう活躍するのか分かんないですけど、例えば究極の試練としてね、ジェロニモとガチで戦うのか、はたまたジェロニモとタッグを組むのかっていうことね、今からね妄想は尽きないんですけれども、まあ、なんとかね、そのジェロニモもですね、その実際ね、その下等超人のね、さらに下のゲス人間みたいなことをネメシスに言われてるわけなんですよ。そんなネメシスをね、認めさせるような大活躍を熱望していますね。はい、ってことで今回この辺りで終わろうと思います。ご視聴いただきありがとうございました。